こんにちは、安藤ひかるです。今日はですね、また発声のことについて、動画を撮っていきたいと思います。で、今日はですね、上級者向けの動画です。また、ね、次回また連続になってしまうんですけども、初心者用、初級者用、そういう方に向けた、初心者、初級者の方に向けた、そういう発声の動画っていうのも、撮っていきたいと思うんですけども、今日はですね、上級者向けというか、こう、まあ、ね、なんていうの、こう、まあ、私が今やってる、この、最先端って言うと、ね、なんかかっこいいですよね、なんか、なんていうんですか、こう、まあ、自分の中でね、最先端っていうか、こう、なんていうんですかね、こう、一番頑張ってる部分というかね、そういうものをですね、発信して、共有していけたらいいなというふうに思います。で、まだ発声集は今日してないんですけども、まあ、これからね、発声集もしていきたいと思います。で、もうちょっと雑談なんですけどね、今、この使ってるこのカメラっていうのは、音楽用のカメラでして、非常に、こう、いいものでですね、まあ、ちょっとね、奮発して買ったんですけど、なんですか、その、特にその音がね、こう非圧縮で撮れるという、そういう素晴らしいカメラでして、本当に綺麗な音で撮れるカメラなんですね。で、なんですけど、まあ、ちょっとね、編集がやっぱりなかなかこう、今はね、スマートフォンで編集してるんですけども、やっぱりちょっと編集がですね、なかなかこう、特にこう、まあ、圧縮したね、ファイルで撮ると編集できるんですけども、非圧縮ファイルで、録画してしまうとですね、編集がちょっとね、できないとか、しにくい、まあ、できるのかもしれないですけど、ちょっと私がね、なかなかちょっと編集はできないってことが分かりましてね、なんかね、音が消えちゃうんですね、非圧縮の、PCM で撮ってしまうとですね。まあ、そんなことがあってですね、まあ、ちょっとまあ、私ね、今ね、働いてませんので、働ける状況になってませんのでね、病気で。なので、高価なものっていうかね、そういうものはちょっと買えないんですけども、まあ、YouTube の方もね、あと、ブログの方も、まあ、初めて当初から比べると、かなり見ていただ いている方っていうのはいらっしゃってですね、もう少しいいものを揃えてもいいんじゃないかななんていうふうに思います。でね、まあ、編集っていっても、私、YouTuber を目指すわけではございませんので、まあ、簡単な編集ができればいいかなと思うんですけども、でもね、一応、まあ、もう少しね、こう見やすいような動画が作れたらなというふうに思いますので、ちょっとね、まあ、働いてないんで、あんまりこう、今働けてないんで、病気で、高価なもの、製品っていうのはちょっと買えないんですけども、まあ、もう少しいいものを、まあ、今使ったカメラもすごいいいんですけど、もうちょっとね、こう、動画をアップするのに、いい製品っていうのを買ってもいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますね。ちょっとまあ、そんなこと、まあね、それ買ってね、生活が困っちゃうっていうとね、ちょっとそれはまずいんですけどね、今後は困るとかってことになっちゃうとまずいんですけど、まあ、買える範囲で、ものでね、もし、いいものがあれば、また買いましてね、動画の質をもう少し良くしていければなというふうに思います。で、今日はですね、発声なんですけど、まだ私、今日発声集してないんですけども、声を、私はまあ前回の動画を見ていただいた方は特に分かると思うんですけども、私はね、よく発声練習するときに、こういう動作をしてますよね。こういうふうに。で、これっていうのはですね、まあ、あまりやらない方がいいっていうことなんですね。で、どういうことなんですかっていうと、まあ、これから発声練習して、これね、少しずつこう解説していきたいと思うんですけども、今日はね、PCM の非圧縮で撮ってますので、よくこう、音の感じっていうのは分かると思いますので、まあ、それでやっていきたいと思うんですけど、こう要するにこう声が離れていく状態になるには、この体の中をしっかり作らないといけないんですね、その声が出る前に。で、まあ、ちょっと今発声練習したいので声が出るか分かんないですけども、こうやってやったからっていって、この要するにこの声を響かすイメージですね、声がこう室内を浮遊していく感じですね、まあ、ホールで歌うところでよく分かるんですけども、声が浮遊してふわっと飛んでいく感覚っていうのが、まあ、得られるんですね、その歌を歌ってると。で、非常にこう強い響きが出ると声がこうふわっとこう飛んでいく感覚っていうのは分かるんですけども、
でもこれってあのよく勘違いされちゃうのが、響きで歌おうとかってことで、こうやってね、あーあーあーってやっちゃうってことがあるんですね。あー、声が、あーだと声が声で歌ってるから、響きで、あー、でもこれはそういうことではないってことなんですね。逆でむしろ声はしっかり流さなきゃいけない。あー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 、ね、声帯のところもきちんと閉じなきゃいけないですし、この体っていうかね、この、呼吸筋もしっかり使わなきゃいけないですし、体の筋肉もしっかり使わなきゃいけない。あーあー、ただその上で、声がある上で、声がね、こうふわっと浮遊していく、力をもっとかけていくと、そういう風になるんですね、声が。だから、あーっての声だけだった、これが、あーあーあー、わかりました、ね、ちょっと、いや、こっちやってる、もうちょっと離れてもいいから、あの、声が声だけだと、あーあーって感じなんです。これを、あー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 、あの声がね、こう空間を飛んでいく感じっていうのが分かると思うんですけど、まあこういうことがですね、よりこう、あの体にこう負荷をかけていくっていうか、力をかけていくことで、こういう響きっていうのがまあ生まれてくるんですね。で、今日はそれについて解説していきたいんですけども、私はこれ、ちょっと今発声集したい、ちょっと発声集したいと思いますけども、やっぱ発声集というか、いきなりできないですね。作ります、だからしっかりまず声を鳴らすってことですね。セーブはできますかね。あー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 、ここでかなりこう力をかけた状態で歌います。あの、あー、こういう状態では絶対響き生まれないです。あーあー、こうやって、あーあー、この状態でいくら響きを作ろうとしても、あーあー、なかなか出ないです。まあ合唱とかでね、そういうのっていうのは、私合唱得意じゃないんで、私が合唱のこと言うと怒られそうですけど、合唱なんかで、あーね、こう自分一人の、声の力でホールを響かすというよりは、周りとこう同調していくってことでしたら、まあこれでもいいんですけども、でもソリストとしてやりたいんでしたら、やっぱりこうそれじゃいけないと思いますね。響きって言ったって、あーああ、やっぱりこう、ホールを満たすような響きって出てこない。なので、まずは声を作る。ああ、ああ、ああ、で、さらにこう、腹筋とか背筋とか使って、声をね、投げてあげる感じですね。ああ、ああ、ああ、これはこの間歌ってた、アルバ公爵なんですけども、イルドゥーカダルバですね。
こう声がね立体的に。ちょっとあの顔の向き変えてみますかね。ハードリクエスト、カーナルコール。声がこう、こう飛んでって感じっていうのは分かると思うんですけど、なんていうのこう、声が浮遊してる感じっていうかですね。まあ、これは、だから、ただ単にこうやって声を、はーってやるわけじゃなくて、まず声をちゃんと作るってことですね。あー、あー、あー、これちゃんと歌いですよ。あー、あー、あー、で、その上で、あー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 、さらに体に負荷をかけていきながら、声に負荷をかけていきながら、声を飛ばしていくっていうイメージですね。そうすると声がこう浮遊していくように、あの本当にね、あのホールで大きなホールでも綺麗に声が響きます。そうですね。あなんかだから、まあちょっと高音とかね、そういうのはまだまだね、今この間の動画見ていただいてわかるんですけど、全然出ませんので、あれなんですけど。今日はお伝えしたかったことってのはこのことです。まあ、一応今日はちょっと短いんですけど、今日はこの辺で終わりたいと思います。ね、水用意したんですけど、飲まなかったですね。どうも今日はありがとうございました。